回の有田と週刊プロレスとは。うわついに来たね。ついに来たか。心の天才、赤いパンツの頑固者。有田と大木も大興奮のニューインター田村清。10.9 みんなが華々しく東京ドームをやってる日、田村選手は一人で道場で練習してたらしいです。新日本との対抗戦に背を向け、田村が選んだ茨の道。初めてだったと思いますよ。会場で大泣きしたの。有田が号泣したという究極の試合とは。有田と週刊プロレスとシーズン3 Amazon プライムビデオで独占配信中。もう横に上田とかいたんで、上田も見に行った。一緒に行ったんですか。名古屋までコンビニ行ったんですか。